実際にどのあたりで営業すればいいのかという部分に関しましては、ズバリ。こんにちは、タクシー転職サイトプロタクの藤野です。このチャンネルでは新人のタクシードライバーの方やタクシー業界に興味を持っていただいている方にお役に立てるような情報を配信しております。今回お送りするテーマはこちらでございます。緊急事態宣言下におけるタクシーの営業方法についてお話をさせていただきます。で、今回のテーマなんですけれども、多くかけて2部構成でお伝えをさせていただければと思いますので、最後までご視聴お願いいたします。というわけで、緊急事態宣言下における、タクシーの営業方法ということで、本日1月8日に緊急事態宣言が発令されて、でこれが2月の7日までですね、緊急事態宣言下ということで、飲食店をはじめ、時短営業ということもありまして、我々タクシー業界もですね、かなりその売上の面で影響が出てくるという部分もありますので、ただこの緊急事態宣言は今回が初めてではなくて、去年もあったので、前回のことも踏まえてどのように営業していけばいいのか、そのあたりの話をさせていただきます。というわけで、今回お伝えするのは大きく分けて2つの、内容ですね。前回の状況で、2つ目が今回の予想と対策といった部分となっております。で、じゃあこの前回の状況のところからお話をさせていただくと、これもちょっと大きく分けて2つお伝えをさせていただきます。約8割休業もしくは分散休業、そして2つ目が、稼働平均が5万7000円、2000人くらいのプロタクスタッフの、ドライバーの平均売上というふうになっております。で、このあたりがどういうことかというのを説明させていただきます。タクシードライバーではない方にとって、このあたり その8割休業もしくは分散休業、ちょっと聞き慣れないと思いますので、この部分をお伝えをするとですね、まず昨年の緊急事態宣言の時にはですね、大体都内にあるタクシー会社の8割ぐらいのタクシー会社が休業をされてました。で、全部がその休業をしていたわけではなくて、タクシーというのは公共交通機関の一部となりますので、なので国の方からこう動かしてくださいという部分もありましたから、移動の足をですね、守るためにタクシーもやっぱ稼働してた部分があります。じゃあその稼働してた会社さんはどのようにこう営業されてたかというと、それがこちらですね、稼働調整とも言うんですけども、分散休業というものでして、例えばじゃあ100台タクシーがあったとします。で、それに対して50台が第1週稼働して、で残りの50台は第2週が稼働して、で入れ替わりでこう休んで稼働してっていうのをこう繰り返している、それが分散休業というような稼働調整となります。で、そういうこともありまして、実際に稼働していた、タクシーの平均売上ですね、我々プロタクもですね、その現役のタクシードライバーがおりますので、その現役のタクシードライバープロタクのスタッフのその時の平均売上が確実勤務で5万7000円という売上を上げることができておりました。でですね、その緊急事態宣言下でですね、不必要な外出は避けてくださいとか、時短営業で、飲食店は夜の8時までですとかっていうことが、あったんですけれども、とはいえ出勤をしなきゃいけない方とか、病院行かなきゃいけないとか、お買い物しなきゃいけないなどなどの理由でどうしても移動しなきゃいけないという方もおられたんですね。で、前回のその緊急事態宣言に関してはもう本当にこれ日本初ということもありまして、やはり皆さん、世間の皆さんですね、かなり不安に抱かれてた方もいるようでして、他の公共交通機関、バスだったり電車、別にこれはその公共交通機関を否定をしているわけではないんですけれども、やはりこういった公共交通機関の場合ですと、不特定多数の方とやはり同じ空間を過ごすことによって感染リスクが高まってしまうんではないかというようなご懸念もあったからこそ、タクシーに関しては自分個別の空間なのでタクシーを使うという方も、ある一定数おられた。その結果5万7000円の売上平均というのを実際に実績として去年ですね、こういった数字を出すことができました。じゃあそんなことも踏まえて、じゃあ今回の予想と対策というお話に移ってまいります。まず予想に関してなんですけれども、今回のこの緊急事態宣言に関しては、正直申し上げて第1週に関してはちょっと厳しい可能性がございます。と言いますのもですね、今回はですね、今日時点の話なんですけども、大手のタクシー会社などはですね、稼働調整で、休業などを、現時点ではちょっとしないというようなお話になっております。ただこれじゃあ緊急事態宣言がずっとしないかといったらそういうわけではなくて、
実際にその稼働してみてですね、世の中の需要とかのバランス、いろいろその数字とかを統計を取ってみて、今後、まあ、休業していくと。ただもちろんですね、もう現時点でやっぱこの感染者数っていうのも増えてますので、不安に感じているドライバーさん、乗務員さんおられたら、もう個人的にその休業をして雇用調整助成金で給与を保証してもらうっていうことももちろんできますので、必ずしもですね、会社の方針として、通常稼働です。だからじゃあ自分も乗務しなきゃいけないと言ったら、まあ、そういうわけではないです。ただ一応会社としては、その稼働調整をやるわけではなくて、第1週に関してはちょっと様子を見ていくという部分です、まあ、そういったことからちょっと第1週の売り上げに関しては、ひょっとしたらその平均5万円というのは難しい話になってくるかもしれません。ですのでこのあたりですね、稼働の調整に関しては多分1日単位で結構変わってきたりすることもありえます。なのでこの稼働状況に関して、まあ、弊社の方でも情報が入り次第ですね、まあ、Twitter だったりとか、まあ、YouTube の方で追ってお伝えをできればと思います、まあ、そういったことも踏まえまして、じゃあ実際に乗務をするとなったら、どのようにこの緊急事態宣言下の中で営業していけばいいのかっていうのを2つお伝えさせていただきます。まずは1つ目が日中を中心に営業すると、そして2つ目が都心部だけではなく営業エリア全域を活用する、この2つとなります。まずこの1つ目の日中を中心に営業するというお話なんですけども、まあ、これはですね、もう会社単位で、確実勤務ではなくて日勤、しかも夜は稼働しないで昼だけの稼働にするというような方針の会社、まあ、前回もそうですし、今回も、そういった形で営業する会社さんもやっぱ出てきてます、まあ、先ほどもお伝えした通りですね、日中に関してはある程度その人の移動がありますので、その人の移動に合わせて、まあ、タクシーの方も、まあ、稼働させるといった部分ですね。とはいえですね、まあ、タクシー会社さんの中では現時点でですよ、現時点で、まあ、稼働調整もせずに、あとはですね、勤務形態も日勤にせずにこれまでの確実勤務のままという会社さんもおそらくおられると思います。なので、まあ、そういった方々は、まあ、どのように営業していけばいいのか、日中の人の移動がある程度ある間に数字を作っていただく、まずここが、まあ、原則になってくるんではないかなと思います。ただ一方でですね、今回その緊急事態宣言発出されてますけれども、飲食店の中ではですね、8時以降営業されるっていうような、まあ、飲食店もやっぱありますので、で実際にその世の中の人たちもですね、さすがにその我慢の限界というか、お仕事をしなきゃいけないという方もやはりおられるようなので、前回のように夜8時以降になったら全く人がいないっていう状況も起こり得るんじゃないかなと思います。で続いてこの2つ目の対策の都心部だけではなく営業エリア全域を活用するっていう部分ですね。ここに関しては前回ですね、我々プロタクスタッフが営業した時にすごく効果がありました。やはりこの緊急事態宣言下におきましては打ち合わせしないとか在宅勤務だというので都心部に人が集まらない、ただ一方で郊外ではある程度人がいたということもありました。で実際にですね、その郊外にある飲食店とか、まあ、飲み屋街って言ったりですかね、そういったところでやはり需要が発生したりすることもありましたし、あとはですね、ちょっと飲食店でこうなんか食事をするのはちょっと人の目が気になるとか、あるいはそれこそ特定多数の人と交わる空間になってしまうから感染のリスクが高まってしまう。なので、まあ、飲み会とかそういうなんかお食事会をするのは宅飲みにしようというふうにやり方を変えておられる方も世の中実際おられます。そういった方はですね、本当に、まあ、郊外の住宅街とかからタクシーをご利用になってご自身のご自宅まで帰るっていうこともあります。でこのようにしてですね、宅飲み組って言ったらですかね、のタクシー需要に関してはですね、流し1本だけでそのお客様の需要をやっぱ把握するのはやちょっと一筋縄ではいかないのかなという部分もあります。なのでその部分はですね、今各社、無線アプリっていうのがおそらく取り入れていると思うんですけども、そういった無線をですね、活用をしながら郊外で営業するということを、まあ、取り入れていただくと売上というのをですね、安定して作っていけるのではないかなと思います。ただしこの無線に関しても、今度無線ばっかり頼りすぎるのもやはりリスクのある営業となってしまいます。どうしてもその無線というのはですね、1人に対して1台の会社というふうになってしまいますので、競争どうしても無線ばっかり狙ってしまうというふうになると、やはり競争相手というのがやっぱ増えてきてしまいます。なので郊外で営業するというふうに、まあ申し上げましても、駅の乗り場を軸
ットして周辺の繁華街を流すという営業スタイルがやはり売り上げを上げる上で有効な手段になってくるんではないかなと思います。じゃあ郊外の営業エリアと、申しますけども、じゃあ実際にどの辺りで営業すればいいのかという部分に関しましては、ズバリこういったエリアをちょっと活用していただければと思います。これあくまで一例ですけども、蒲田、新小岩、二子玉川、赤羽などなどといったところでございます。なので、今回の動画ではですね、この緊急事態宣言下のタクシーの営業方法ということで、前回の状況と今回の予想と対策という部分で、大まかな表面的な部分のお話をさせていただきました。ということで、次回に関しましては郊外の営業の開拓方法をですね、土地勘が全くないところでどのように営業を開拓をしていけばいいのかとか、あとはじゃあどのあたりのエリアですね、ここにも記載してますけども、どのあたりのエリアを重点的に開拓した方がいいのか、こういったお話をさせていただきますので、次回もご視聴のほどお願いいたします。